そうですね。寒いってことはやっぱ冬ですね。そうですね。冬ってことはやっぱこのなんつうのかこのなんですかね。やっぱり冬ってことですよ。冬ですか。いや冬ですよ。冬ですね。そういうわけでありまして、2グループの方々が我々の曲をやってくれましたけど、なかなか本当に2人とも2つグループとも譜面台を置いとりましたけども、全然見てやらない見ないでやっておりましたけども、大変僕は恥ずかしい思いしましたけども、今日もこのテレビ局泣かせの譜面台を使いましてやってみたいと思っておりますけども、先生方よろしいですか。はい、四季の歌というのをやります。街は日増しに華やかさを増し、楽しめるムードにはことかかぬが、言葉の巧みさが幅利かせ、信じがたいムードにもことかかぬ。春ごとに
巡り巡る季節は果てしなく、託す望みはそこ知れぬが、悩みの種はばらまかれ、そこ知れぬ望みはそこをつく。ひと夏ごとに小里ばかりに頬を上げて、力の限り進めども、中途半端は免れず、日々の暮らしに気を止める。秋ごとに僕の空に見切りつけ、他国の空を仰げども、自国の空に舞い戻り、また他国の空を羨む。街は日増しに華やかさを増し、楽しめるムードにはもとかかず、街は日増しに潤いをかき、コンクリートの冷たさにもことかかず、めくりめくる季節に腕にすがりつき、三年や四年そこにあの愛しにすがりつく。
どうも、四季の歌という曲やりましたけども、先ほどちらっとアルバイト青年が出てまいりましたけども、割とフルードは2人でありますけども、最近ここ 2,3 ヶ月ずっと付き合っててくれまして、ギターとかハーモニカとかマンガじゃねえマンドリンとか、ちょっと汚い音が立っておりますけども、奥津光陽君ですので、よろしくカメラさん一発かましてください。何やばってんだろうな。これはこれは光陽君はこのチャボのね、小学校は違うか、大学時代そこけこの中学高校と確か同級生 だったね人でありまして、なんて言いますか、このアホコンビという感じでやっとった二人でありますけども、まあ、これからもしばらく、ずっと手伝ってくれると思うんですけども、まあ、よろしくお願いしたいと思っております。もう12月も初旬から中旬にかけていくと、こんなような感じでありまして、またまた、新しい一年も今年も終わりまして、また新しい年が来るようでありますけども、そんな、年の瀬の歌で年の瀬という曲をやります。Thank you.
ばさんが朝から日傘で、歩道橋の上で暇つぶし、あの子を2階の窓で、一雨と僕を待ってる。夕べ泣いてたのどうして、夕べ泣いてたのどうして、湘南電車汗かき、海辺の町へ繰り出す、あの子を前髪揃えて、夕暮れと僕を見てる。夕べ帰らなかったのどうして、日傘諦めて、一人とぼとぼ帰る。あのことを僕と二人ぼっちで、街中の神社で夏祭り、夕べどこで踊ってたの、夕べ誰と踊ってたの。君が